南国風景、波の音、心地いい。さっきはちょっとスローボッサ、ジャズを聴いてたら、この波の音とすごくなんかこう相性が良くって気分よく過ごせてました。まあ今もなんですけど、今ね、すごい石油が、原油価格が上がってて、ガソリン、すごいですね。もう僕、安いところを目つけて入れてるんですけどね、大体もう、それでも160円超えてますもんね、僕が入れるところでもね。だから、まあ、今あんまりちょっと移動、大きな移動は控えて省エネで、ね、節約して生活してますけどね、でまああとはまあ集団ストーカーのそういうデンジャー攻撃なんかはあるんですけどね、若干弱まったかな。まあこのデンジャー犯罪でもね、すごいエネルギー使いますよね、これ。なんかね、そのストーカーのが音声で聞かせてきた情報だとね、年間700万ぐらいのね、光熱費を使うってことだ。まあ僕もまあ計算してみたんですけど、例えば携帯電話のね、通話をね、あれ実費で払うとね、20秒10円とかぐらいになりますよね。ああいう、そう、だから違法通信ですからね、違法電波を使って違法通信でやってるから、ね、しかも体にこう、電磁波を当てたりね、こう、チク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 、ね、するぐらいですから、相当な出力の電磁波を私に照射してるわけですよね。で、それを24時間ね、もう、はい。桐生から始まってんで、もう10年近くなるんですけどね。ね、だからそれで、例えば、そのストーカーが言う700万ぐらいの光熱費っていうのになると、石油も相当使ってますよね。もう、大体化石、石油燃料ですからね。火力発電ね。だから、そう来るとすごい、ね、私一人に対してかなりの石油を使ってますよね。原油価格高騰の原因になってますよね。全国に被害者がいっぱいいますんでね。まだ私以外でもね。それで、まあ、ね、さっき言った通話の実費、ね、20秒10円で計算したってね。それで計算すると本当すごい金額ですよね。まあ、1日4万円超えますし。ので年間でね、1400万とか、ね、なりますもんね。それよりもっと強い出力ね、携帯電話のね、通信なんかよりも何倍も強いね、出力をね、電磁波をね、飛ばして撃ってますからね。だから、まあ、集団ストーカー、電磁波犯罪者ね、創価学会、公安暴力団がいかに、ね、この世の中にとって、ね、最初は僕をいらない人だなんだなんてね、決めつけて、被害者に貶めてね、自殺させようなんて今もやってますけどね、そういうのは。だけど、自殺しなきゃいけないのはね、まあ過去にも動画で紹介したようにね、いかに存在価値マイナスの連中かっていうのね、おいくついかかっていうのね、ちゃんと説明したようにね。自殺しなきゃいけないのは、創価学会のね、集団ストーカーのね、公安暴力団のね、それにたかっとる連中の方だっていうことをね、そいつらの論理によって、私は証明してますのでね、自殺強要ストーキングでね、私をやっつけようとしてね、デマのね、嘘の情報でね、私をろくでなしに仕立てる嘘の情報まで踏まえてね、自殺させようとしてたものは全部暴いたので自殺してください。あなたたちこそがこの世の中にとって老いべですね。っていう、
まあそういうことで、まあ大体、暴力事件にしてもね、創価学会なんかは最近では株もね、ファイザーの株持ってて、ワクチン推奨ですからね、憲法違反、もう完全に株価操作ですよね、そんなものもね。ね。だから、そういうことやるようなね、悪どい連中ですもんね、みんな信者から、ね、お金集めて、ね、宗教法人だからね、非課税ですよね、税金かからないね、集めたからね、その金で株をね、所持して、ね、株買って、ファイザーだの、ね、オリエンタルランドの、それで株価つ、ね、釣り上げるようなキャンペーンまでやってね、テレビまで使ってね、ものすごい詐欺ですよね。まあそういう連中、まあ、泥棒、強盗、詐欺、なんでもね、宗教、日蓮の仏法なんていうのは全く実践しなくってね、隠れ蓑にしててね、もう悪魔主義を実践してるのが創価学会ね。で、それと連携してるのが、こうね、公安暴力団、政府の一部ね。まあ、そんなところなんでね。まあ、私に実は供与してるものは、ね、もう暴いた以上のね、自殺させる理由がね、自分たちの方こそね、自殺ね、強要に該当する理由になってるもんな、ね、それを抱えてるのにね、出まなしで。だから自殺してください。昨日もくだらん、ホモのね、組長だな、なんだとかさ、ちょっと書いたけどね、もうあれもくだらないですよね。しつこいですもんね。だからまあ、ね、まあ、ホモなのは勝手だけどね、しつけえぞてめえってね。もう本当に、ホイヤーっていう話なんだけどね、モニターの前でしか弁慶になれないようなね、組長ですらね、さすがね、なんか、さすがね、ホモ。って言ったらホモが怒るか。ね、組長、外しとか言って やってんのかね、なんか。ねえ、なんか岩田最強のなんつって聞かせとったやつが、ねえ、組長の自宅警備員でもやって、組長だって、桃のフルーチェができましたって、俺の桃も食ってくださいよみたいな、そういうくだらねえようなやつだってのはようわかるもんね、生きとったらね。まあ、そんなとこで。で、あれなんですけど、まあ、あれですよ。とにかく、集団ストーカーの連中、やってるね、連中が、もう、原油価格を高騰させていますので。だから、そいつらをやっつけなければならない。ね、否定しなければならないですよね。で、みんな、ああいう連中っていうのは、僕が行く先でヤクザがね、脅したりするみたいなんですけどね。だけど、脅しに屈するとね、どうなるかっていうとね、力増すんですよ。だから、わかりますよね、そんな。ね、100人の村とかいう昔本がありましたよね。ね、100人の住民の中にヤクザが1人おってね、威張っとったってね、多勢に無勢でね、威張ってる方があれですよね。ね、100人で、99人でね、威張ってるやつをね、ね、抑え込もうって、ね、そりゃ簡単ですけどね。1人が脅しに行くして、2人が脅しに行くして、3人が脅しに行くしてって言ってね、100人のうちのね、そうやってどん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 脅しに行くして、ね、1人の脅しに行くするものが増えていけばね、脅しに行くするものが50人になったらね、100人のうち半分が、ね、ヤクザの言いなりになって動くようになったら、もう、はい、ね、わかりますよね。もうその村はもう、はい、ヤクザの村になっちゃってね。ね、みんなが暴力に屈しなければね、生きていけない。で、暴力に屈して美味しい思いをできるのかとか、いい暮らしができるとはできるわけがない。搾取されたりね、奴隷、な、結局奴隷みたいにされてね、過剰搾取されたりね、自分の働いた分までね、ヤクザだからね。だからそれを実践し、やっ、していこうとしてるのが、創価学会ね、公安暴力団ね。
だから屈しちゃダメなんですよ。ね、脅してきたらね、突き返してやればいい。大して強いやつは来ない。脅しかけてくるようなやつなんていうのはね、そんな強いやついないですよ、さっき言って。ね。僕は小さい頃は母親が居酒屋やっててね、見てるけど、母親はね、屈しなかったで、ヤクザに。帰れなんつってね、なんか店の中でトラブルを起こしたヤクザなんかね、ドーンって突き飛ばしてね、やってましたけどね。で、なんか、ヤクザにね、表、よその店で表にこう連れてかれて、で、表でね、こうヤクザキックね、こう、ヤクザキック食らっとね、こういうなんか、あれを何十発も食らってね、なんて言ってね、サラリーマンが泣いてるの見たことあるんですけどね。ヤクザキック何十発も食らってね、おお、何が山口組だ、この野郎だって、ボコボコボコやられとったけどね。それで、ね、取り囲んで、ヤクザキック食らわしとったヤクザが立ち去ってた、それで、その、なんか、泣きべそ書いてたサラリーマンがね、むくっと立ち上がってね、のそのそのそってね、自力で誰にも頼らずにね、家に帰ってったのね。僕が例えばね、ヤクザキックみたいっていうかね、食らわしたらね、救急車呼ばないといけなくなるんですけどね、一撃で、バキって骨をね、骨がへし折れてね、一発で。だけど、わかるよね、だからね、何十発も、おい、てめえ、てめえって、だって腰の入ってない蹴りしかね、繰り出せねえようなやつが脅してくるんだからさ。蹴りに腰が入らんね。で、5、6発蹴るとね、もう息が上がっちゃってね、ヤクザなんてね、大体。不摂生だから。だから、ね、わかるよね、そこで。ね、不摂生だからね。なので、蹴りにも力が入らんけどね、5、6、最初のね、数発だけだよね、痛いのは。腰が入らんけど。まあ、そんな、脅してくるようなヤクザなんてのは、大体そんなもんばっかでね。いや、本当は強いヤクザっていうのもいるけど、そういうのは、ね、片桐に迷惑かけないように生きてるからね。だから、とにかくね、あ、こいつ弱いな、なんつってね、現場でもね、ヤクザキックってね、なんでや、あれヤクザキックかって言ったらね、ね、一番楽な蹴り方だもんでね、足上がらんもんで、不摂生だもんで、そう、ね、冗談回し蹴りなんか蹴れんわな、こうやって、ね、弱いもの、相手がね、ちょっと弱くておとなしいものをね、上から目線でね、こう、なんていうか、優越感でね、だけど腰が入らないからね、そんなんで、蹴り終わった後、おい、行くぞって言って立ち去ってた後に、ムクムクムクって起き上がってね、帰って蹴るぐらいのね、蹴りのね、威力ですもんでね。だから、そんな、創価学会が使わすヤクザだって、大体そんなもんばっかだね。脅しに屈しないでね。ね。逆になんか胸ぐら掴んできたらね、一撃食らわせてもね、やればね、いいぐらいなもんでね、一撃食らわせやもうおとなしくなるもんよ、なんでね。な、農家さんなんか脅されたって、農家さんは大体ね、腕っぷしが強いからさ、普段から畑仕事で鍛えてるからね。だからカンピラみたいなのがね、2、3人来たってね、ね、脅しできたってね、ぶっ飛ばせますもんね。うん。まあ、そんなレベルですよ。うん。電磁波兵器使ってるヤクザなんてのは、まあ、部屋から出れないようなレベルですもんね。もう、デマが、ね、デマ腐食しましたもんね。下手に外をうろつき歩いてると、自分がインプラントされてね、ひどい目に遭うっていうのが分かってるから。だからもう、そんなレベルで。で、それをかばって、そんなのをかばってるのがね、二次団体でのね、組長なんて言ったら二次団体も大したことないですよね。もう古いんたらね、そんな連中をかばってるなんて ね。だからまあ、屈すると人が増えれば、ね、力を増す。まあ軍隊でもそうですね。数が増えれば強くなるね、軍隊ね。まあ、単純な数の論理だけでは軍ないにしても、まあ、基本的に数が増えればね、強くなる。数が少なくほど弱くなる。それと一緒になります。まあ、屈しないということは
重要だと思います。うん、まあ頭使って戦うのが一番ですよね、兵法で。だけどなかなかそれができる人ってないっていうかね、ないので、まあとにかく屈しないでね、うん、そう毅然としたスタイルで赤信号を一緒に渡らせようとしていますのでね。だけど青信号を普通に渡れるのが一番安全に生きられるわけですからね、まあそっちを選ばれると私は希望します。まああとはね、ちょっとまあ子供を守ってほしいですね、とにかく。もう今ねすごい社会毒が蔓延しちゃってね、電磁波も 5G なんていうとかなり強力で体に有害でね、例えば電車の中で 5G の電磁波をね、 5G の契約しているねスマホをね10人とかね使ってるとね、もう電車の中が軽い電子レンジに近い状態になるんですよ。もうそれくらい 5G っていうのは強力な電磁波なんでね。でまあそういうものを、まあ、ちょっと頭の中に入れておいてもらって、あとは食品添加物のね有害なものを、体を介するものが多い、アレルギーを引き起こすものも多い、まああんまり騒がない福島ね、放射能もまだね地下で臨界してますのでね、まあそんな埼玉のあたりに住む子供なんかでもね、体内をね放射能をね検出するとね、なんか70ベクレルとか結構出てくるみたいですのでね、うん、で子供は大人の4倍ね、そういう、ね、毒のダメージを受けやすいっていうことをねしてますので、でまああとはワクチンもね、まあ創価学会がね大株主でねワクチン推奨してるってことを見ればね、でワクチンでもうすでに大体10万人ぐらいは亡くなってますよね、うん、だからもうそういうこともね情報も出てますんでね、ワクチンも毒なんで、でまあとにかくね子供をね守ってほしいなと思います。僕は子供いないんですけども、願いはありますよね。子供が未来を作りますので、ね、子供を餌食にする大人が増えてしまってね、子供までか餌食にする大人が増えてしまってね、目先の金の欲望のためだけで、ね、非常に残念に思ってますけど ね子供を守ってください。僕もまだまだねあれだの。これからもっといろいろね上にこう向上していくものがあるんでね、で子供はやっぱり守るように情報を発信していきますよね。またこういう情報が子供を守れるね、家族を守れる情報があるっていう時はそういうのを知ったらねもう発信していきますよね。で皆さんね家族ね子供を守ってね、で世の中は良くなるね、みんなが話してしまう。でそのヤクザみたいなね、そういう紹介ヤクザだとかそんなものに屈しないでね、うん、で行きましょう。で子供守ってね、僕も守ります以上。